原種親から1578年9月26日は、戦国時代の武将。手が原氏の祖であり、手が上主。種親は、天文8年に、下宇佐で生まれた。天文23年に父である、原種さだが、小弓、原氏を継ぎ、小弓城と宇井城の上主となった際に、種親は16歳の若さにして、下宇佐国相馬軍手が上主となり、 その後、千葉正種から千葉親種までの三代にわたって、下宇佐千葉市に仕えた。ただし、黒田元木は種貞の祖父、種高市以前に分かれた所流の出身ではないかと推測する。A69 年には、上杉テルトラの薄井城攻撃に際して、千葉市、原市側の先鋒を務めたという記録が残っており、その時には300余りの軍を率いたという。 天正6年に39歳で没すると、着子久し種がその遺跡を継いだ。ただし、天正9年と翌10年に、千葉国種の名城として、小学坊、足利義氏に年頭の挨拶を行った取り次の、現築前種は種親のことと考えられ、また、1588年9月26日と、異拝名の記録があったとする伝承もあることから、 こちらを没年として採用すべきであるとする説もある。血の源、安志法、下草原氏、高木氏の歴史、上、第一部原下岳島出版、手が沼ブックレット、2017年7月、初版。ありがとうございます。